ちょっと来い。お前仕事辞めろ。明日も来たらまたボコるからな。なんでだよ。俺の優しさが伝わらないかな。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も給料だけ見てデビルハンターなったやつは全員悪魔に殺されたよ。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。お前さ、マキマさん目当てでデビルハンターなったろ。ピンポーン。じゃあ殴って正解だったな。俺は男と喧嘩するだけ。股間しか。死んでもいいっつうの。マキマさんはな、お前みたいなチンピラが好きになっていい人間じゃねえんだよ。ああ、なんだよ。てめえもマキマさん。